それでは前回のトイレですね。1階に続いて次は2階のお手洗いを掃除をしていこうと思います。やはり今回もオキシクリーンを使っていきます。それではこちらのオキシクリーンですが、計量スプーンですね。8分の1杯を500ミリリットルのお湯で溶かします。それではオキシクリーンの粉をですね、しっかりと溶かせたお湯を作りました。こちらにタオルをですね、浸します。で、オキシクリーン液を染み込ませたタオル、こちらをしっかりと固く絞ってですね、こちらでトイレの中を拭き掃除をしていきます。で、こちらですね、1階のお手洗いと比較すると、使用回数は少ないですけれども、やはりその分ホコリ等もですね、溜まったまま見逃す可能性も大いにありますので、まずはオキシクリーンの先ほどのタオルでこういう高い位置からですね、拭き掃除をしていきます。このようにですね、やはりほこり汚れ等がまとまって、白いタオルのですね、ちょっと黒ずんだ状態、やはりきれいに汚れが落ちているのが分かります。まずはですね、このタンクより高い位置の掃除を、拭き掃除をしていきました。これですね、細かい空気抜きの細かいですね、このような隙間もほこりが溜まっていきますので、ここは月に1回程度ですね、拭き掃除をした方がいいかと思います。このような汚れがですね、取れてます。それでは次はですね、こちら、蓋の部分、あと便器の側面ですね、こちらを順番に拭き掃除をしていきます。まずはですね、蓋の部分ですね、比較的汚れがついていないと思われるところですが、このようなウォシュレットのリモコン部分、こちらをまず拭き掃除をしていきます。
次にですね、この蓋の内側、あと便座の部分ですね、こちらを拭いて、いきます。かなりですね、こうキュッキュッとしてますね、汚れが、よいしょ、まあ、比較的使用頻度も少ないのでですね、これほこり汚れ等がまずはこの辺りはメインになるでしょうか。次にですね、この便座の裏側の部分、ここはやはり汚れがかなりたまるはずです。こちらを拭いていきます。こまめにですね、掃除をしているとこう目立った大きな汚れというふうには見えないような感じではありますが、やはりですね、目に見えない汚れっていうのがトイレの場合気になるところですので、しっかりとですね、拭き掃除をしていきます。ではこの枠もしっかりと拭いていきます。次はですね、この便器のこのボディの部分ですね、こちらを全体ですね、後ろ側も汚れが、まあ、パッと見えないところですね、もうしっかりと拭き上げていきます。それではですね、最後はこの床をしっかりと拭き掃除をして、一通りお手洗いの、オキシクリーン拭き掃除がですね、完了となります。先ほど拭いたですね、こちら便器の方も本体ですね、かなりピッカピカに仕上がっています。では隅々まで拭き掃除をしていきます。かなりですね、汚れが床面ですね、拭き取れるのが分かります。
以上でですね、お手洗いのオキシクリーン拭き掃除が一通り完了しました。床もこの便器のボディもですね、ピカピカに仕上がっています。この状態をですね、毎日保っていきたいなと思います。